二人ともおはよう。ゆくあきは真剣に詩を書きたいとかで少し遅れてくるそうだ。ノエル先輩も今日は他の任務があるらしく、待たずに始めてよいとのことでした。しょうがないな。じゃあカリロエのやつは？私は結構早く来てたけど見かけてないよ。青い髪の女性だろ。朝方修行していた時、敵火州に近い橋で見かけたんだ。少し落ち込んでいるみたいだったから声はかけられなかったんだが。落ち込んでる？どうしよう。まさか昨日オイラたちが間違ったことでも言っちゃったのか。僕も賛成です。もしカリロエさんが何か困っているのでしたら。みんな行くの？じゃあ私も一緒に行く。ではまず橋の近くから探そうか。みんな早めに会場入りしたから。うん、さっさと済ませてすぐ戻ろうぜ。あれ、ここは昨日僕たちがカリロエさんと、その時もカリロエさんは何か思い悩んでいらっしゃる様子でした。オイラたちが葉っぱを流したところもこっからそう遠くないぜ。葉っぱです。そういえば昨日は追加に夢中で行ってなく。そんなことがあったのですね。そのふと思ったのですが、カリロエさんがその葉っぱを流したという可能。ん？なんでだ？あ、ごめんなさい。特に根拠はなくて、ただの憶測なんですが、あの時のカリロエさんの悲しげな様子が、その詩にある雰囲気に。そうだな。言われてみれば、ここも上流だ。あ？あれ？見て！あっちあっち！また葉っぱだよ！あ、本当だ！早く追いかけようぜ！なんて速さだ！飛んで拾ってこれないの？でもオイラ泳げないし、うっかり水に落ちちゃったら。今だ！やっと追いついたぜ。字は読めそうですか？滲んでしまっていませんか？まだ読めるぞ。どれどれ？あれ？この内容、昨日返事した詩と関係あるように見えないか？泉、少年。見た感じ、カリロエが書いたってのも間違いじゃないかもな。本当にあの物語が気になってるのね。実を言うとさ、最初にカリロエを見た時から思った。あいつってもしかして。水の流れに風の影響を加味すると。皆さん僕についてきてください。あの日見た人ではない何かじゃないか。あれ、どうして皆さん私のことをそんな風に見つめるの？あ、もしかして私の姿が。この声は確かにカリロエさんですね。どうしてこんなことに。ちょっと待ってて。思ったより早く消耗しちゃったのかな。これは一体どういうことだ。ひょっとしてカリロエさんは。いいえ、ずっと黙っていてごめんなさい。私は遠い昔にフォンテーヌから流浪してきた純粋精霊。あ、大団長から聞いたことがあります。フォンテーヌ、先代水神の眷属であり。その通り。でも正直なところ、私は自分がどうやってここにたどり着いたのかさえ、故郷の景色ならおぼろげに脳裏に残っているけど、道中の光景はどうしても曖昧で、モンドに着いた当初のことも、力の大部分を失ったせいで安定した実態すら維持できなかったことしか。最終的に私は清泉町というところにとどまり、
そこは静かで綺麗なところで、水も透き通っていて純粋だった。あなたが清泉町の泉の精霊だったわけ？そうよ、ディオナ。あなたのことを覚えてるわ。小さい頃、夜中によく泉のそばまで来て。本当に？私のこと騙そうとしてにゃんよね。僕はてっきり清泉町の伝説に過ぎないとばっ。あなたのお気に入りだったお魚の抱き枕、バブレスっていう名前だったわね。その通りにゃ。小さい頃のあれは夢じゃなかったんだ。ってことは、葉っぱに書いてあったのって、そういうことだったのね。私が流した葉を拾ったのはあなたたちだったの。ええ、清泉の心に書かれた泉の精霊とはまさにこの私のこと。道理であれだけ気にしてたわけだ。じゃあ物語の男の子って？フィンチのことよ。昔からずっと私は人々の夢の話を聞くのが好きだった。美しいもの、悲しいもの、それに当時の私では理解できなかった。ある夜にとある男の子が泉に来てくれた。その涙はどんな月光よりも儚く、私は人間が好きで彼らのことをもっと知りたいと思っていた。それにあの涙に秘められていた、ええ、星空の下で会おうと約束を交わし、時には勝負もしたわ。どちらが先に梢で最初に鳴く鳥の声を聞けるか、夏のセミが初めて鳴く音を聞き分けられるか。わー、なんだかいいな。でもその後のことは本に書いてある通り、当時私はフィンチの目から純粋精霊の運命は人間と異なると私はよく知っていた。自分の鈍感さのせいでフィンチに将来こったから。借りろえ。私の力の回復が遅いから何十年が過ぎた今になっても実体を維持できるのはほんの、かつてはフィンチが前へと進んで夜空の星々が全て消える時でも、これほど多くの物語を見た今、これほど多くの夢を見た今、この彼に応えたいという気持ちが胸に絶えず込み上げてきて、でも私は同時に恐れてもいる。今彼に会ったとして、本当に難しい選択だよな。どうかあの人に。え？僕はフィンチおじいさんのことを知っています。とても優しい人なんです。測量のことを学んだばかりで困難続きだった僕をよく励ましてくれました。それに彼はよく昔話をしてくれましたが、残念そうな表情や悲しみ、それにあれほど冒険好きなフィンチおじいさんが今でも毎日水、僕は信じています。フィンチおじいさんがカリロエさんへの思いを大切にしていることを。あなたもフィンチおじいさんに会いたいと思ったのなら。え、つい興奮してしまって、ただこのことは絶対に言わないといけない気がしまして。わかったわ。そしてもう決めた。帰ってフィンチに会ってみるわ。本当ですか？それはよかけれど、皆さんに協力してほしいことが。おう、何でも言え。私と一緒に清泉町に行ってフィンチを私のところまで連れてきてくれる？実態を維持できるのももう長くないから、他の人にさっきのような姿を見られてしまうのは。任せて。私フィンチおじいちゃんとは昔から知り合いなんだから。それとどうか私とフィンチのためにこのことを秘密にしてほしい。清泉町の水が騒がしくなってしまうのは。ああ、僕も秘密にすると誓う。カリロエさん、僕も約束します。ええ、皆さん本当にありがとう。どうしたんだ？もう大きな水の玉に戻っちゃいそうなのか？いいえ、どうか私の迷いを許して。決断はしたものの、心の内をうまく伝えられるかどうか考えたら、
かった。ピンチのために詩を書くわ。お題は？そうね。清泉の心としましょう。大丈夫ですか？まだ大丈夫。ただ、今の状態を維持するのは。じゃあ、カリロエはここで待ってて。すぐフィンチおじいちゃんを連れてくるから。慌てないで、ディオナ。フィンチだってもう年なんだから。私はまだ耐えられる。わかった。でももう少しの辛抱だから。フィンチー！おっと、ディオナではないか。今日は随分と早かったな。今日はちょっと事情があって。おじいちゃん、ちょっと私と来てくれる？おや、どこへ行くのかね。すぐそこ、滝のあたりだよ。ディオナ、狩りの成果でも見せてくれるのか？もうついてきてってば。すっごくすっごく大事なことなんだから。だが俺はお前さんの父さんと戦略があって。ピンチおじいちゃんってば。ああ、わかったわかった。そうせかすんじゃない。うん、ほら手を貸してあげる。やれやれ、まさしくドゥラフの娘だな。こっちだよ、フィンチおじいちゃん。ゆっくりでいいからね。おや、これは一体みんな集まってどうしたんだ？ミカまでいるのか。最近どうだ？それに外国の方もいるようだな。俺はまだボケてはいないつもりだが。フィンチおじいさん、はじめまして。僕はチョウン。皆さんとはシーカ大会で知り合った。フィンチ！この声は、カリロエ。まさか、まだ覚えてくれていたの？覚えてるさ。覚えてるとも。忘れられるはずないだろう。だが、あの時のお前さんとは少々変わったように見えるな。と何を言っておるんだ。おとぎ話の精霊ならどんな姿でもおかしくはないな。こんなに時間が経ったのに、相変わらずあなたは。お前さんが夜しか姿を現してくれなかったものだから、俺は全て夢だったんじゃないかと疑っていたんだぞ。とても長い間待たせてごめんなさい、フィンチ。長くない、長くないさ。あっという間のことだったからな。フィンチ、あなたのために詩を書いたの。詩？お前さんが詩を書いたのかい？もちろん聞こう。お前さんの言葉なら何でも喜んで聞くとも。では、これから読み聞かせるのは、泉の精霊の物語。はるか彼方より来たりし我は、山河をしとねに、四季で装う。よりどころとなる花園探し、銀舎の月光、共に漂う。歩みを止めよ、風と聖戦が囁いた。休みましょう。あなたは旅路に疲れている。たゆたいましょう。あなたに落花を飾ってあげる。朝は渓流に接近を奏で、夜は夢路に下水を聞く。少年の涙がさざ波となり、星のもといかなる声より甘美に響く。彼は過去と未来を満載の果敢に織り、我はその褒章に夢の境界を溶かす。見よ、その目から溢れ出る愛を答えよう。夢の覚めぬ間に、猫と蛍が我をせかすも、
人の調べを介さぬ我がいかにそれと調和できよう。渓流と無双が海へと流れ、象徴が水面をつく主湯に聖画のもと、少年の髪筋は白くなる。我は早漏としつつも人の一切を学び、脆い雲をつなげ柔らかな詩にした。種は土に憧れ、木々は太陽を追いかける。かつての曖昧だった調べが心に流れる。聞けばそれはずっとあなたの名を呼んでいたのだ。我が夢をあなたに。あなたの夜が聖戦のように甘美であるように、我が心をあなたに。この遅れてきた約束をどうか受け取って。そうだ、これがお前さんも初めて目にした時の姿だ。本当に本当に長い時間が過ぎたんだな。ピンチ、私は。わかっているよ。お前さんの式は全て教えてくれた。ありがとう、ピンチ。どうかこれを受け取って。とても綺麗だな。私の力を凝縮した一粒の雫よ。ピンチ、私は人間のように実体を持つことができないから、あなたの隣にはいてあげられない。でも、あなたがこの雫を持っている限り、私たちの心はずっとつながっていられる。私は永遠に清泉と共にある。これからも私を呼んでくれるのなら。こんなのロマンチックすぎるだろう。お前さん、本当にいろんなことを覚えたんだな。気に入らなかった？気に入らないわけがないだろう。これ以上幸せなことなど存在しない。むしろ幸せすぎて怖くなってきたよ。え、そんな冗談さ。お前さんはどうやら。そうなのかしら。ピンチおじいちゃんとカリロエ、すっごく嬉しそう。ディオナ、ピンチを連れてきてくれてありがとう。あなたという友達のことを永遠に覚えておくわ。私たち昔は結構お話をしたけど。そんなことないわ。あなたはこの星空の下にいる私の数少ない友達の一人だったから、あなたにあげた贈り物もきっとあなたと共に成長していくでしょう。あ、ディオナが作る飲み物が何でも美味しくなるのは精霊による祝福だった。僕の純陽の体も誰かから授かったんだろうか。この体はもうじき消えてしまうわ。ピンチ、どうしたんだい？あなたと出会ったこと、あの夜あなたに話しかけたこと、一度たりとも後悔したことはないわ。俺だって同じさ。人々の言い伝えには一つ間違いがあった。だから今、制約と愛を象徴するこの贈り物をあなたにあげるわ。もういいぞ、彼女は言ってしまった。ピンチおじいちゃん。大丈夫だ。彼女は言っていただろう。清泉と共にあるとな。俺たちの周りに。おや、帰ってきたね。なんだか、好きものが落ちたみたいだ。風道主なら一足先に、刺繍を出すんだって、息巻いて言っちゃったよ。今頃、自由試作の原稿が届くのを待ってるんじゃないかな。
彼女曰く、これはサービスの一本化らしいよ。どこに行ってたんだい？ずいぶん待ったんだぞ。インスピレーションが足りなくて急遽探しに行ったんだよね。道中素敵な詩に出会えた？吟遊野郎、お前まさか最初から。と、そうそう、オイラたちに美味しいご飯をごちそうしてくれる約束だったもんな。あれ、そうだっけ？いいよ、そこまで言われちゃったらちょっと逃げられそうにないね。じゃあディオナに美味しいドリンクを作ってもらおうかな。はっ、絶対嫌って普段なら言うんだけど、今日は機嫌がいいからと。うん、結局君たちは一体何をしに行ったんだ？そうか、気のせいだ。深く考えすぎるなって。そうですよ、僕たちはその財布のために。ほう、ミカさんまでそんな風に言う。ちょえ、こっそり僕に教えておくれよ。今思い出したんだけど、君が興味を持ちそうなお化け屋敷があってさ。断言しよう、今度こそ君の純陽の体は通用しないぞ。気持ちは嬉しいけど、今回は遠慮しとくよ。僕はこの純陽の体もそんなに悪いものじゃないかもしれないと思い。え？どういうことだ？間違いない、やっぱり何かあったんだ。